ラム・オブ・ゴッドはアメリカ合衆国バージニア州リッチモンドで結成された5人組ヘビメタルバンド。現在までに8枚のアルバム3枚の DVD をリリースしており、アメリカではそれらを総合して約200万枚のセールスを誇る。初来日となったラウドパーク06を含めた7回の来日経験がある。1994年バージニアコモンウェルス大学の学寮での 友人同士だったマーク・モートン、クリス・アドラー、ジョン・キャンベル、マット、コナーの4人で、ボン・ザ・プリーストとして活動を開始。当初は、ボーカリストのいない、インストゥルメンタルバンドであった。しばらくして、マーク・モートンは学業に宣言修士号を取るために一時、脱退し、マット・コナーも脱退。3つのデモをリリースした後、ボーカリストとして、ランディブライが加入する。 1997年、マーク・モートンがバンドに復帰。その2年後には、リージョン・レコードから、アルバム、ボン・ザ・プリーストを発表。1999年に、クリスの弟、ウィル・アドラーが加入し、現在のラインナップとなる。バンド名も、ラム・オブ・ゴッドに改名する。その後、2000年に、ニュー・アメリカン・ゴズペル、2003年に、アズ・ザ・パラス・ス・ボムを発表。 ツアーを重ね、徐々に人気を博す。新たに、エピックレコードと契約を交わし、2004年に発表した、アッシュズ・オブ・ザ・ウェイクは、発売1周目に3万5000枚以上売り上げ、ビルボードチャートの27位にランクインした。またこのアルバムからは、レード・ツー・レスト、ナウ・ユーブ・ガット・サムシング・ツー・ダイ・フォー・トを、ライブでの人気曲も生まれている。さらに2006年発表の、サクラメントは、 発売一周目に6万5000枚以上を売り上げ、ビルボードチャートの8位にランクイン。ニューウェーブ・オブ・アメリカン・ヘビメタルのバンド群の中でも、突出した人気ぶりを見せつけた。このアルバムに伴うツアーでは、スレイヤー、マストドン、チルドレン・オブ・ボドム、メガ・デスラと共に世界を回り、またダウンロード・フェスティバル、オズ・フェスト、ラウド・パーク等、数々のフェスティバルにも出演した。 さらにこのアルバム収録のレッドネックは2007年のグラミー賞ベストメタルパフォーマンス部門にノミネートされた。2009年ロードランナーに移籍して発表されたラースはビルボードチャートの2位、カナダのチャートでは1位にランクイン。その他の国でも上位にランクインし高い人気ぶりを見せつけた。2012年にレゾリューションに伴うツアーでソニックと共に5度目の来日。 東京公演では同じ日に、同じ渋谷でニュークリア・アソルトがライブを行っていたが、ソールドアウトとなる盛況ぶりで、日本でも高い人気を誇ることを証明した。法廷での様子、中央区がランディブライ2010年5月のチェコ共和国プラハでのライブを訪れた、当時19歳の少年がライブの後に死亡。これはこの少年がステージに上がってきたところをランディに押し返され、落下し、 おった傷が元であるとされた。あとの2012年6月、バンドが再び東国を訪れるトランディは、障害地死罪で逮捕され、2ヶ月ほど拘留された。その後、裁判が行われたが、2013年3月無罪が、確定した。また、これらの経緯はバンドによる2014年作のドキュメンタリー、アズザ・パラス・スボンとなっている。ダン・アーゴット監督、病字が、 同じウィリーとクリスの二人は兄弟である。長らく、ランディのラストネームは、ブライスと表記されてきたが、本当は、ザの部分は発音せずに、フライのように、ブライと読むのが正しいことを、本人が随走録で語った。このことから、2015年にリリースされた、セブンスアルバムからはクレジットに、ランディ・ブライと表記されるようになった。ABCDE ラム・オブ・ゴッド。 ラムオブゴッドマイナスキューブミュージック2015年1月21日閲覧 ABCD ラムオブゴッドバイオグラフィーオールミュージックオールメディアガイド2015年7月11日閲覧ありがとうございます